はい、避けてます。よろしくお願いいたします。今日はですね、えー、例のですね、脚本の問題で騒動になっておりました、セクシー田中さんっていうですね、あの漫画を書かれてた漫画家のですね、足原ひな子さんが、えー、亡くなられたということでですね、非常に残念としか言いようがないことになってしまいましたけども、あの、まあ、通常ですとですね、ちょっと個人的には、この亡くなった人をネタにするっていうのはちょっと気が引けるのもありまして、本当は避けたいところではあるんですけども、まあ、ちょ、ちょうどたまたまですね、その訃報の前日に、えー、今回の件をですね、取り上げさせてもらったっていう、 いうこともありますし、えー、あとですね、まあ、これに対するこう、まあ、今のところの日テレの対応などですね、まあ、個人的に気になるところもありますので、動画にさせてもらえたらなと思っております。で、まずあの一番大事にしたいところとしてはですね、まあ白柳さんご本人もおっしゃってましたけど、まあ、攻撃したかったわけじゃなくてっていうふうにまおっしゃってましたし、まあそれはあのブログを読めば伝わってくるところでもありましたんで、まあ、誰かをこの攻撃をするっていうつもりではさらさらないんですけども、えー、ただまあだからといってですね、この人がもうこの亡くなられてしまったわけで。 さすがにじゃあこれを何もなかったことにしてなんか誰からも何の説明もなくおしまいでいいのかっていうのもあるのかなとでまず今回の件に関してはですね、まあ、脚本家さんの SNS とですねであと原作者の芦原さんが SNS でコメントを発信したことで騒動が続いていたわけなんですけどもでこれに対してですねなんでテレビ局と出版社はスルーしているのかな っていうのが、まず、まあ、個人的には違和感を感じました。今回で言うと、その制作上の内輪もめみたいなことをですね、要は脚本家と原作者にまあコメントをさせてしまうっていうの そのままあ、普通に考えると制作者としては恥ずかしいことなんじゃないかなっていうかそのよく平然とスルーできるなと普通の感覚だったらテレビ局なりは、まあ、すぐ間に入って事情を説明するなりですねあのしなくてはいけない状況だったのかなと思うんですけどもあのただ実際は何もありませんでしたであと事実ベースで言いますと芦、まあ、原さんのブログの内容が事実だとしますとですねそのブログでコメントをするにあたってその出版社にもまあ何度も確認をしてもらいながら最新の注意を払ってコメントを発信されたようなんで ということはですね、まあ、出版社はそのアシラさんがブログでコメントを発信するっていうことをかなり前から知ってたわけですよね。なんかそれに関して、あの、まあ、なんとなくこれも個人的なイメージなんですけども、あの、まあ、もし自分が出版社だったらですね、いやいや、そんなことを先生自ら言わなくていいですと、こちらで言ってやりますよみたいな、その漫画家の代わりに出版社がブチ切れるぐらいの関係性なのかなと思ってたんですけど、どうやらそういうことでも、あの、ないんでしょうかね。まあ、今回だけそうなのかっていうのはわかんないんですけど、で、そうなってきますとですね、まあ、ここからは想像なんですけども、 まあやっぱり漫画を売りたい出版社としてはですね足原さんをまあ何とか説得してドラマ化させたい。 っていいうのはまあ,あると思いますんでなのでひょっとしたらその中でですねこう何かちょっと強めの要求をしてしまったりとかあるいは何かもう騙すようなことがあったりとかですねなんかそういう可能性も出てくるんじゃないかなと個人的には思ってしまいますねで実際ャ原さんのブログではですね原作を忠実にっていうドラマ化の条件ですね、まあ、大きい部分から細かい部分まで伝えていてでそれをテレビ局が承諾していたにもかかわらず全く違う脚本が上がってきたっていうことを投げてる内容が書かれていましたで私から見ても でもですね、そもそもはあの条件でドラマ化をするっていうのはかなり難しいことが予想されますんでテレビ局としてはその時点で承諾してはいけない案件だったのかなと感じてもおりますで実際蓋を開けてみたらですね条件を無視して改変しまくったっていうわけででこの,あの原作の改変っていうこと自体に関しては個人的にはまあしょうがない部分もあると思ってまししその改変したことで面白くなるっていうこともたくさんあるとも思っておりますがただですねそうだとしたらそのドラマ化の依頼の際にですね 改変することを伝えて原作者の納得の上でやるべきだと思います改変しないことを約束して原作者の OK をもらっていたにもかかわらずその約束を破って改変しまくったっていうのは単純にどういう理由なのかっていうそれに関しては足原さん側の意見としてはブログで発信されたわけですから今度は逆に日本テレビ側に説明責任があるんじゃないかなと思いますひょっとしたら足原さんとしてはですねその解約っていうのもそうだと思うんですけども、まあ、このなんか騙されたっていう部分のショックも大きかったのか もしれませんで、そんな流れでですね、まあ非常にこの今回残念な結果になってしまったわけなんですけども、で、この亡くなったことでですね、初めて今回に関してですね、日テレが、ね、初めてコメントをしたんですけども、で、それがまたひどいんですけど、足原ひなこさんの不法に接し、哀悼の意を表するとともに、 で山に申し上げます。2023年10年月期の日曜ドラマセクシー田中さんにつきまして日本テレビは映像化の提案に際し原作代理人である小学館を通じて原作者である芦原さんのご意見をいただきながら脚本制作作業の話し合いを重ね最終的に許諾をいただけた脚本を決定原稿とし放送しております本作品に制作にご尽力いただいた芦原さんには感謝しておりますということでですねあのまさかのこのタイミングで言い訳っていうねなくなったのは残念ですがそんなこと 私たたたちとか撮ってましたからねみたいななそんな感じで、すよねでこの許諾っていうのも、まあ、最終的には、まあ、そうなったのかもしれないですけど、その、そこまでの過程が、今回に関しては大事かなと思ってまして、もう、最後には、もう、撮影始まっちゃったんで、もう、これで行くしかないんですよ、とかですね、なんか、強引に行って、足原さんがしぶしぶ折れたっていうことだったら、だいぶ話は変わってくると思いますし、実際、足原さんのコメントを見る限りですね、その部分で納得がいってなさそうだったわけですんで、で、さらにこの、なんか、最後の感謝の仕方とかもですね、はい、以上みたいな、なんか、この、使い捨て感みたいな印象を受けてしま ししま,いましたで私個人としてはですねあの原作を知らずにドラマを見てたんであなんか。 こう、いまだにこんなドラマ作れるのかと思ってですね。まあ普通に面白く見てたんで、ただそれでも当然原作は全然違うんだろうなっていうのを承知の上で見てたんで、まあ原作はどんなのなのかなっていうその原作にも興味を持っていたんで、で、そういう人ってまあ僕だけじゃなくてですね、他にもたくさんいると思いますし、なのでこのドラマの改編においてもですね、この良かれと思ってですね、原作をリスペクトした上でさらに良い,いドラマを作るための改編だったっていう風に、まあ個人的には思いたいところではあるんですけども、ただ今回こうしてですね、足原さんご本人も言っておりますし、 原作あと原作ファンンの,、ね、のコメントととかですねあと今回のこの日テレの対応なんかを見る限りはですね、まあ、今のところはどうやら、まあ、そういうことでもなさそうな気がしちゃって。 原作ファンはまあ分かりますからね。このリスペクトがあるかどうかっていうのはね。いやいや、そこをなくしちゃったらこの漫画を元にする意味ないんですけどっていうのがあ,のありますからね。本当に読みましたって言いたくなることありますからね。なので多分まあそういうファンのね人たちもその改変に起こってるっていうわけではなくてそのリスペクトのない改変っていうのが許せないっていうことだと思いますし、でまあそれは当然だと思いますんで、今回ね、こう、なくなってしまったっていうことはもちろんですけど、その原因がですね、この約束破りの改変であったっていうまあ可能性も考えられるわけですから、日本テレビとしてはですね、 こんな,なんか適当なコメントだけで終わらせるんじゃなくてもっとちゃんとした説明が必要なんじゃないのかなと個人的には思っております。はい、ということで今日は以上になります。最後までありがとうございました。